ボーリングはアメリカ合衆国オレゴン州クラカマス郡に属する非法人共同体。オレゴン州道212号線沿いにある。ポートランドのベッドタウンであるグレシャムやクラカマスから8マイルほど南に下った地点に位置する。ポートランドの中心街からは南東約20マイルの地点に位置する。ボーリングという地名はこの地域に初期に移り住んだ WH ボーリングの名に由来する。 ボーリングの都市計画は1903年に行われ、当初はボーリングジャンクションという名前だった。同年にはボーリングと名付けられた郵便局が設立され、その後都市間鉄道の設置者たちにより、ボーリングの名が集落名に採用された。ボーリングには英語で退屈なという意味があり、そのために陳地名として取り上げられることが多い。ただ、ボーリングの名は、 地元住民から愛されていることから、地元企業などの名前に、ボーリングの名がつくことも多く、外部の人間には面白く見えてしまう、道路標識も多い。街のスローガンは、居住に最もエキサイティングな場所である。2005年、ボーリングの住民らは、この集落を、オレゴン州で最初となる法的に認められた村にするための申請をした。しかし、 賛否両論に分かれた議論を数ヶ月続けた末の二千六年八月、町の公会堂で行われた住民投票において、賛成二百九十三票、反対二百九十八票という金差を持って村、指定案は棄却された。二十世紀、ボーリングは材木業によって支えられてきた町であった。現在は廃線であるが、ポートランドトラクションカンパニーと呼ばれた鉄道路線が、 ポートランドからウィラメット川を沿って、ボーリングを通り、グレシャムまで続いていた。1950年代になると、サザンパシフィック鉄道とユニオンパシフィック鉄道が、貨物鉄道の運営を共同で引き継いだ。路線の大半は、現地政府によって購入され、スプリングウォーターコリナーという長距離散策路に当てられた。改造車用の繊維ガラス製、再生ボディ製造会社、 ウェスコット S が拠点を構える。また、アメリカ合衆国西海岸で最も長い歴史を持つ、盲導犬調教プログラム、ガイドドッグスフォーザブリント、インクのキャンパスもある。ありがとうございます。